あ、そうだ、やるか。そうだ。おそらく今からチャプターが番機器。あ、了解です。了解です。そうだ、思い出した。このルシウスなんか前回そうそう、ちょっとね、無夫婦なシーンが出てくる可能性があるのでっていうことで。あ、みゆきさんね、失礼しました、失礼しました。そう、なんか無夫婦なシーンが出てくるということらしいので。そうそう。あ、で、一応映像も録画してますが、それは、こちらの方で編集してごまかします。そして、放送の展開の時は、コルソンさんがな、知ってるかな？コルソンさんはそこ場所を知ってそうだね。ちょっともしそういうところがありそうだったら、もうすぐ言ってください。カマキリさん、今危ないですみたいな感じに。あ、ありがとうございます。はい、ということで、はい。もう今ですみたいな感じに。孔明の今ですみたいな感じぐらいに、ちょっといただけると、私の方で、モザイクの方ですね。ちょ、できるように、ちょ、準備をさせていただきます。はい。やりますので、そのタイミングで。なんとかね。よし、これで、これをね、こうやって、見せられないよって感じに、こうやって載せようと思いますので。準備、用意、周到でございます。はい。そうね、生放送だね。はい、大変でございます、本当に。こうやって、パッ！よし、オッケー。すぐ切り替えるように準備はできますので。よし、オッケー。行きましょう。よし、行こう。そうだね。そう、あのアイコンもね、ちょっと視聴者の方から作ってもらいました。さて、始まりました。このゲームで目をそらせてできなかった。いやー、はできなかったですね。簡単にざっくり説明します。このゲームは、このルシウスっていう主人公が、あ、ちょっと待ってくださいね。音がでけえ。ちょっとそうだ。前回なんか BGM が聞こえねえってなって、そうだ。サウンドボリューム上げたんだ。このぐらいでいいかな？あ、このぐらいちょうどいいな。この子がルシウスっていう男の子です。で、この子が、悪魔の力を持ってます。で、どんな力を持ってるかって言いますと、まあ、悪魔の力っていうわけでもないですけど、まあ、とりあえず物を持つことができます。物を持ったりすることがこうやってできます。まあ、これ別に悪魔の力でも何でもないんですけども。もう一つは、サイコキネス、物を動かすことができます。こうやって。こんな風に。こんな風に。わかりますか？よいしょー。で、このサイコキネスを使うことによって、ね、こうやって。よいしょ。まあちょっといろいろと遊べるんですよね。で、もう一つが、人の、なんかこう、操れるマインドコントロールですね。はい。操れることができます。まあこれはちょっと多分、おいおい使ってくると思うんですけども。で、彼は悪魔の力を雇ったということでですね、この屋敷の中にある、屋敷の中にあるじゃない、屋敷の中にいる、使用人の人たちを、どんどん殺していってます。オーメンという映画を見たことある方は、多分、それが、もう、まさにそれだっていう感じに、もう言っちゃえばいいんですけど、ぶっちゃけオーメンという映画のゲームです。はい。で、まあ、今、どんどん人を殺していってます。そして、今回も新たなターゲットを殺していこうと思いますので、で、そのシーンがね、結構エグいので、場合によってはえぐいので、例えばですけども、一例があったのが、肉を切る裁断機みたいなのがあるんですけども、そこをこう勝手に遠隔で電源を動かして、その上に、ちょっとこの電気の修理をしてた肉屋のおっちゃんが、ウィーンってこう動き出したので、それによって顔面真っ二つになるシーンとかが普通に出ますので、おー、ちょっと待ってください。おー、ちょっとこれ、いやらしいポスターじゃないの？あれ？何これ？はぁ！ルシウスったらもう、覗き穴すぐ見つけてるんだから、あなたやらしい子ね。しかもカメラまで用意してあるって、おいおい、ここの家族、おい、盗撮マニアおるぞ。ここの家族にその盗撮ビデオ系を売って金にしようとしてるやつがいますよ。しかもちゃんと18金ポルノ系のビデオまで用意されてるという、なんやこの用意周到。おいさん、ルシウス、このエロウスめ。覗きチャプターの番機器、マジで？了解です。じゃあ、ここちょっと気をつけとこう。はい、今来た方、どうもいらっしゃいませ。
か、なるほど。まあとりあえずグロキ注意なのでそこだけご注意ください。苦手な方はまあ目をそらしてもらうなり、もしくはこう目をそらしてね、私の軽快なトークを聞いていただいて、まあ笑いに変えてもらうなり、もう何でもしてもらって構いません。おトイレ行くなり自由にしてください。ということで目的地に行こう。オッケー、オッケー、こっちだね。よいしょ、あれこっち、うん、こっちだね。はい、噛みましたね。よいしょ。じゃあ、今回のターゲット、あ、いた。来たー。前回犯人扱いされた、この、名前忘れた。リチコ。あ、ジョディタか。ジョディタが、ターゲットですね。くそ、ロングスカートなんか履きやがって、もうちょっと見に履け、アミギン。そしたら、ねえ、覗けたのに。生放送の実況見るの初めてです。あ、どうもどうもありがとうございます。よろしくお願いします。生放送でもゲームしながら実況やってます。たまに。で、来週ね、ちょっと私、このルシウスの実況が、ちょっと厳しい、ちょっと状況的に厳しいと思うので、今日本当に4時間という時間を取らせていただきました。なので、よろしくお願いします。多分来週はちょっとね、土日忙しいんで、ね、平日なんかもっと忙しいので、ちょっとできなくなると思います。あ、で、ちなみにルシウス、こうやってパンツ持たせることができます。こうやって。なんで、パンツルシウス。パンツ大好き、ルシウスです。はい、よろしくお願いします。で、前回ね、バグでね、パンツがね、ビヨーンってね、めちゃめちゃ伸縮自在に伸びたね。あ、これちなみにこれ、このゲーム、こうやってパンツを伸ばすことができますので、皆さん、こうやって。はい。で、こう、何も気にせず掃除をする、このジョディタ。ね。ちょっと気にしてよ。あ、どんどん伸びてる。まるでチューインガムのように。それが大好きなの、カマクビさんでしょ。バレた？よいしょ。そうですよ。伸縮自在がバイキングとかね、もうビュッフェにも行き放題ですよ。さて、じゃあ、一応ちょっとヒントをね、ジョディタの。She would like a good scapegoat. I know there's something going on between her Uncle Tom. 何アンクルトムって。あ、というか、そうだ、この子も、あの、メイド長が、あ、ちょっと待って、シーンはアンクルイエットって言ってるから、あなたのおじさん知らないって言ってるのかな。あ、あなたのおじさん、あ、おじさん見なかったって言ってるのか。はい。アンクルっていうのは、おじさんって意味ですね。父方の、兄か弟っていうことかね。というか、そのエリアを散策してるときは注意。ほう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 。おかんがまたおるんやな。じゃあ。あ、ジョビータはおじさんといい仲。あ、なるほど。エロい関係ですね。うふん、あはんしてるんですね。別の？あー、とか、まあ、じゃあ、アンクルおじさん、あ、あれか？てめえか？ジョディだと、ちょっとこの、パコパコライフを過ごしてんの。声渋いな。スケープゴードは生贄、え、サクリファイスって意味じゃなかったっけ？生贄って。このゲームのゲームオーバーはですね、その悪いことをしようとしてるときに、おかんとかに、まあ、周りの、その、ここの住人たちに見つかることで、ゲームオーバーします。これ、ルシウス家庭家に、何自宅に先生呼んでの、何そういう教育システムを取ってんの、どんなに金持ちやねん、ほんま。家庭教師ですね。すげえ、ここがじゃあ病気ぐらいね。じゃあ、病気じゃない、教室みたいな感じね。階段下の下着が散乱しているエリアはバン注意。ほう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 。下着が散乱してるってことは私、あれですね。じゃあ、この下着持ち放題ですね。じゃあ、こんなパンツなんかいらん。じゃあ、ちょっと行きます。そこの下着行きます。ですね。おう、コルソンさん分かってるね。そのおじさんがどこにいるかだな、まず。おじさんどこにいるかもそうやし、パンツがどこにあるかもちょっと気になるところやし。で、ちなみに私結構ストレートに言いますよ。下ネタ苦手な人は、
下手が苦手とか下水言葉が大嫌いという人は多分私のこういう生放送の放送とかは多分適してないと思いますので、そこは真面目に言わしてもらうとご視聴控えた方がよろしいかと思いますので、まあそこのところご了承ください。もうマカマクビさんたらってね、そう、そのぐらいで笑いとかね、いや僕も下ネタ大好きです、サンドの飯よりも下ネタの方おかずが大好きですとかね、いう人だったらもう全然もう楽しんでもらえたらと思います。知ってできた、スケーボードはいけにいのは、あ、そうなんだ、身代わりって意味持ちますか、へえ、なるほどなるほど、了解です。そう、私も下ネタ大好きですかね、もうその下ネタを聞いてオナニーしてますぐらいのね女性の方がいればもうそれもバンバン剤という話ですからね。はい、さてジョッティいた、あいたいたいた、あマインドコントロールさせればいいんだお前、もうよし、でもどうやって動かすかがわからないけど、でもジョディタはどうやってマインドコントロールさせればいいのかわからないけど、うん、むしろ何の迷いもなく言う鎌首さんが好きです、下ネタがなかったら鎌首さんじゃない、分かってるね、さすがうちの視聴者みんなそう言ってくれるの好き、まだコントロールせんでいい、ああ了解です、てかどこ行けばいいやろ、おじさんがどこにいるかなんだよな、アンクルおじさん、よいしょよいしょ、そのナースさんの部屋のどこだ、おじの方マインドコント、あーなるほどおじの方か、うん、アンクルおじさんだと、おじさんおじさん、うんそうですね、分かってて言ったんですよアンクルおじさん、おじさんおじさんっていうね、大事なことなんで2回言いましたみたいな感じに、そうエロカマクイさんが好きです、ありがとう、もうそう言ってくれる人 ほど私は好きです、廊下に下着が落ちてる、あそうなんだ、えカマクイさん下着が落ちてたの気づかない、なんだって、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って。下着が落ちてる？どこに落ちてんの？ちょ、その下着落ちてるところは、ちょっと、それは、ちょっと、あかん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 。それはダメだね。あれ？どこ歩いたっけ？俺。下か。あ、下着が落ちてる。これはいかん。これは失礼しました、失礼しました。階段下にね、そうで落ちてましたね。そうパンツ披露ってね、カマクビさんエロを取ったら何が残るんですか、いやいやいや残るもん、いやいっぱいあるちゅん、それはそれで俺ちょっと悲しくなるわ、エロ抜いたカマクビさんなんかただの人形ですよねって言われるような感じやねん、そんなことないわよとかね、もうちょっと笑いを提供してるように頑張ってるよ、こうやってほら今見ました、こうやって見ました、この伸縮自在のゴム伸び放題のパンツ、今ちょっと待ってや、あできなかった、まあいいや、まあもう自分が下ネタなくなったんですよ、何や、私はただのラブドールってわけか、リアルドールか、女の人専門のハリネズミが残りますね、いやいやトラマル残したなよ、ハリネズミ残る、まあ、トラマル残るけど誰が面倒見てくれんの、うちのトラマルを言っとくけどものすごい人見知りやぞあいつ、もう初めての人に対してはものすごいもう丸まるからね、もう顔見せへんね、ふーって感じね、そう抱っこもさせてくれませんからね、でしかしもう外はもう雪なんだ、えちょっと待って、これ This cannot use this、 えこれの後々なんかするのかな、これはカメラは持ちましたか、いや、持ってないですね。お、気づきましたか、うん、気づきました。これ、なんか、後々なんか使うのかな、この柱。ちなみに E で、インベントリーで調べられるから。これ違う。これ違う。これ違う。これ
違う。これ違う。まあ、後々か。了解です。おじさん、あれ、おじさん知らないねえ。おじさん、どこにいんだろうね。1階かな、やっぱり。以前、ここの鎌首さんの動画で見た記憶が、多分それは、このゲーム、マップが広いんで、いろんなところ、多分ね、私に行ったり来たりしてるんで、はい。ハリネズミ溺愛。はい、溺愛してます。部屋を散策したらいる？あ、そうっすか？じゃあちょっと私の探索力が足りないのかな？探索してやろうじゃないか。頑張って。カメラは今必要？え、マジで？カメラ今必要？カメラ持ってないな。どこに、もしかしてお風呂を覗くときのカメラかな？え、探索は気をつけて。え、マジで？ずいぶん前の棒が冒頭で、ほう。やっているところをやるっていうとあれですね、ジェイソンですね。お前らセックスばかりしやがってみたいな感じで殺しますからね、彼も。だって、ジェイソンの生い立ちというか、ジェイソンが、なぜジェイソンになったかっていうと、クリスタルレイクってところで、溺れてて、助けてって言ってるのに、キャンプの、ボーイスカウトとガールスカウトの二人、思いっきりセックスしとったっていうね。それ気づかずに。ほんで、溺れ死んで、ジェイソンが、もう許さん、やってくる奴はほんま許さんってなって、ジェイソンっていうのが生まれたわけですからね。で、なになに邪魔された。はい、そうなんですよ。フレディ VS ジェイソンっていう映画を見ると、それがね、一発でわかる。そういうのがちゃんと、描写に載ってるので、ジェイソンが、そう、死ぬシーンのところに、そういう描写が載ってるので、中学生の男の子ぐらいだったら、そのシーンでちょっとこう、シコシコができるかもしれないっていうシーンがちょっとあるので、フレディ VS ジェイソン見たことない子は、男の子たちはぜひ見てください。そう、ジェイソンね、そう、非リア充の味方だよ、本当に。これカメラ撮れないね、やっぱり。このナースさんの経路がヒント。あ、マジで？ジョディタどこ行った？あ、いた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 。よし。この部屋ではない。あ、そっか。了解です。よし、この姉ちゃんついていこう。あれ、なんか靴が散乱されてる。あれ、なんでこんなとこに靴が散乱されてるの？気になるわね。お、なんかある。ふふふ。こーら。こーら、ルシウス。まだまだ早いぞ。しかも終わっちゃうし。こーら、ルシウス。そのお酒高いんだぞ。銅像ふ、あ、ふ、あ、イエーイ！いいパンツパンツ、その回番注意です。了解です。パンツおいしょ。まあ一応番なりかけたときは一旦ピタッと止めて、ちゃんとね、皆さん、こうやって用意してますので、見せられないよっていう感じの。用意は周到です。普通？あれ？あれ？これはどう見たって、メイドさんの服ですよね？この脱ぎ散らかした後って。じゃあ、了解です。じゃあ、そろそろ、ちょっと準備をしようか。はい。じゃあ、はい。見せられないよーっていうことで。ちょっとこれぐらいにしとこうかな。はーい。じゃあ、ここからは。いや、でもこれ見せられないよ。これ、あれかな、隙間のところで、そうだよね。もっと大きい方がそうだね。もうちょっと大きい方がいいよね。じゃあ、どうしようかな。今、結構最大に大きくなっちゃったんで、ちょっと絵自体が、
あんまよろしくないかなと思うので、じゃあ、ちょっと待ってくださいね。絵を、ちょっと今準備してますので、少々お待ちください。あ、これでいいや。これどうだろう。ダメだな。これもダメかな。指で隠すから大丈夫。いや、そういう問題じゃなくてね。これもダメだな。ちょっと待ってね。あ、これでいこう。はい。え、右、もっと右、右を隠せば OK。 あ、了解。じゃあこうかな。はい。激突ドリル対ってね。はい、じゃあ、まあ、個人的に、私は個人的に楽しみますので、皆さんは、はい。ちょっと待ってよ。はい。大丈夫だね。隠れてるね。はい、じゃあ、私、個人的に楽しみますので、皆さんは、残念ながら、ということで、まあ、動画もね、こういう風になってると思いますので、残念ながら、残念ながらですね。はい。ちょっと見せることはできませんけども。見たい、ぜひ見たい、もうそれ見させてくださいっていう風に言う方は、ぜひルシウスを買ってください。スチームで売ってますので、はい。じゃあ行こうか。ルシウス、秘密の花添え。お下にはコツですってことで、あ、これはロザーリアちゃんかな？よし、行くぞ！あ、いた。うわぁ！はぁ！そういうことか。